こんにちは、レバナス一本リーマンと申します。本日もアイフリーレバレッジナスダク役、通称レバナスに2000万円投資した運用成績を公開していきたいと思います。今回の動画は前半と後半に分けて解説したいと思います。今回のテーマは個別株です。レバナス専門チャンネルなのに個別株のことやるのって思うかもしれませんが、今回の動画は前置きの動画でこれに関連して 後半ににて、ててししっかりレバナスについいいいも解説していきたいと思いま,すまず、今までこれでも変わってくらいレバナスの良さを説明してきましたが、それでもレバナスを買わない人もいらっしゃると思いますし、躊躇して買えない人もいらっしゃるかと思います。それはそれで、その方の資産運用のリスク許容度の考え方なので、それはそれでいいと思いますし、その考えも尊重しています。ただ、そういう人こそ、今回の動画を見ていただき、ぜひ参考にしていただきたいと思います。今回のタイトルは、ウォーレン・バフェットになる方法、最強の 個別株という題名ですが我々一般投資家が投資をするにしても何にどれぐらい投資するのがいいのかそこが一番難しいと思います実際プロの機関投資家がどのように銘柄を選定しどのようなタイミングで売買をしているのか通常はわからないと思いますでもそのプロの機関投資家の保有銘柄や事後ですが売買タイミングがわかるとしたらそれは最強の個別株と言えるのではないでしょうかプロと同じことをすれば少なくとも我々が 本業とは別で投資のリサーチ時間をたくさんかけるより手っ取り早く有料銘柄に投資することが可能ですそうすることで彼らが膨大なリサーチ時間や有料級の情報を探して高度なテクニカルやパンダメンタルズ分析をした上で選んだ株を我々は無料でかつリサーチ時間ゼロで投資することができます今回投資初心者の方へこのプロ投資家がどのようにどんな銘柄に投資しているのかを把握するためにどうすればいいのかについて解説していきたいと思います はじめましての方、このチャンネルの趣旨は第一段階として、まずは皆様の資産を爆発的に増やし、1億円を目指していただくチャンネルです。私のレバナスの2000万円投資している運用成績を公開していますが、この2000万円は数回の暴落を繰り返して1億円に行くでしょう。ただそんなことはどうでもいいのです。このチャンネルにて皆様の資産が1億円に行った暁には1点お願いがございます。このチャンネルを見て資産が1億円に行ったら、 世界の恵まれない環境の子供たちに1億円の10%でも1%でも0.1%でも結構ですので寄付だけお願いできないでしょうかこのチャンネルでは皆様から直接お金はいただきません通常のユニセフの募金でも結構ですし赤十字でも皆様が信頼できる団体の募金であれば何でもいいです世界には毎日の食料もままならず勉強したくても学校なんてなくそれでもゴミ山で食料を探して生きていける子供はまだいい方です2万5000人 これは食べるものがなく、餓死する子供の人数です。これは1年間で死亡する子供の数ではありません。1日での餓死する子供の人数です。この動画を視聴し始めてから、この瞬間にもうすでに、夢と希望に満ち溢れたはずの尊い小さな命が餓死によって、 50人亡くなっているのが現実です。このチャンネルにて資産を増やせれた方で結構ですので、ほんの気持ちだけ、ほんの少しだけ世界の子供たちに夢と希望を与えていただくため、世界をちょっとでもより良い方向にしていくこと、それがこのチャンネルの本来の趣旨でございます。 早速ですが本題に行く前にレバナスの直近の動きを解説していきたいと思います昨今レバナスの基準価格が史上最高値を更新している中11月23日からは少し調整局面に入っています私の過去の動画でも短期売買では現在売った状態になっています おさらいすると、第34回の動画でも、買いなさい動画を出した通り、ここで冷やしチャートの底になっていることがわかります。10月8日に第34回の動画を出した後、どんどん上昇し続け、ついには RSI が11月1日に70を突破しました。その後も上昇し続けましたが、短期トレードとしての売りタイミングは、あとは MacD のデッドクロス待ちとなります。この後 MacD がデッドクロスしたのは11月10日となりました。ですので、仮に10月8日に買い注文、11月11日に売り注文を 出ししたた。とと、とすると約20%の増加となりました注文出した時は30%くらいの利格かなと思いましたが、翌日思ったより下がってしまったので、結果20%程度でした。このチャンネルの視聴者様で、このタイミングで1000万円を投資したという方がいらっしゃいましたが、税金も込みで180万円程度の利益になったとのことです。コメント欄にて色々とこの MacD 投資法について賛否両論があったようですが、実際にこのように利益を出せれたと思いますので、信じた方はおめでとうございます。 また第46回の動画では長期投資の解説もしましたが、 短期投資は騙しの可能性もありますが、長期で運用すれば騙しも少なくなる可能性もあります。そんな中、インフレ圧力が強く、ナスダック100銘柄に対して上値抵抗になっていますが、一方で、ブルームバーグのニュースでは、アークインベストメントのキャシー・ウッドさんが、インフレよりデフレの方が危険だよって警告をしているようです。キャシーさんの言うことがたまに当たるし、たまに外れるので、このデフレがどうなるのか、キャシーさんが正しかったのかどうか、今後も行く末を見守りたいと思います。キャシーさんの素晴らしいところは、 さんが運営しているアークインベストメントが。 この2年間で急成長を遂げましたが、そんな中、リーマンショックにて莫大な利益を得たマイケル・バーリーにブットオプションを仕掛けられて、平然と自分の信念を貫いてテスラ株などに投資続けたところがキャシーさんの素晴らしいところだと思います。ブットオプションとは売る権利ですので、ARKK の株価が下がればマイケル・バーリーの勝ちでしたが、その結果、勝負は瞬間的には下落したものの持ち直してキャシーさんの勝ちだったのかなと思います。私含めてそこら辺の男より男らしい女性ですが、 その彼女がデフレを予測しているのであれば物価上昇とデフレが混在するスタグフレーションの発生が少し心配ですスタグフレーションについては過去の動画でもお伝えしているので興味がある方は第21回の動画も参照くださいここら辺のキャシーさんとマイケルバーリーさんのトップ同士のバチバチの戦いは非常に見ものだったので興味がある方はコメントいただけたら今後の動画作成作りの参考にしたいと思います それでは本題です。投資初心者がいろいろとリサーチするのは非常に非効率ですし、実際どの方向で勉強したらいいのか。 どんな本でテクニカルやファンダメンタルズで勉強すればいいのかわからないものです。レバナス一本リーマンは投資初心者が投資を始めるのであればそんなことは後回しだと考えますしお金をかけることは一切不要だと考えております。投資でも何でも何か新しいことを始めるときは大体似たようなことをしている人の真似をすることでスタートダッシュをすることができます。投資初心者は興味がある以外は勉強のためにヘントコリな本を買う必要もありませんし 有料情報を得る必要もありません。欲を出さなければ投資でお金儲けをすることは非常に簡単なことです。なぜならば様々な偉大の投資家がいるからです。 まず、今話したように、バイケル・バーリーや、ソロモン・ブラザーズで知られる大物投資家のチャーリー・マンガーや、オークツリーメモで知られるハワード・マークス、投資の神様と呼ばれ、日本企業にも投資しているウォーレン・バフェットさんなどが、世界で大成功してきた大物投資家の銘柄や、売買タイミングを知る方法を解説いたします。いろいろありますが、一番使いやすいサイトで、かつ無料なサイトとして、データローマーがあります。サイト自体は概要欄にリンクをつけておきますが、普通に Google にて、 デーータローマーと検索すれば上位に出てきます。まずリンクを開くとこのようなサイトが出てきます無料サイトなので一番上はでっかい広告が貼られてますがその下はスーパーインベスターとその財団が記載されていますこの中に先ほど申し上げたマイケル・バーリーチャーリー・マンガーハワード・マーカスウォーレン・バフェットさんも保有銘柄を見ることができますこのスーパーインベスターとはどんな人がいるのって疑問に思う方もいらっしゃると思いますこれは証券取引委員会 EC にて取り決められている のですが 13F ファイリングと言って運用資産が少なくとも1億ドル以上あるすべての基幹投資家とそのマネージャーは保有銘柄や取引履歴を四半期ごとに停止する義務があります要は基幹投資家の中のトップオブトップの保有銘柄情報を私たちは非常に簡単に入手することができるのです では実際に今回は試しにウォーレン・バフェットさんの保有名柄を見てみます。ウォーレン・バフェットさんをクリックするとこんな感じで出てきます。上からウォーレン・バフェットさんという名前の右はバークシャー・ハサウェイという投資会社が書かれていて、その下は今の期間2021年第3クォーターが書かれています。クォーターは四半期という意味ですね。その下のポートフォリオデートは この下のデータが2021年9月30日時点での数値ということを表しています。Number of stock は何銘柄持っているかを示しておりますが、 ウォーレン・バフェットさんは現時点で43銘柄をお持ちのようです。そしてポートフォリオバリューはポートフォリオの評価総額ですね。もう桁が宇宙の星と星の距離みたいな数字になってますね。90歳になるのでこんなに持っててどうするんですかね。寄付とかはしているみたいですが。では皆さんが気になるポートフォリオを見てみます。皆さんご存知の通り、ウォーレン・バフェットさんの保有銘柄トップはアップルで保有比率は42.78%となっています。 その隣は何株持っているのか、その右は最近の取引履歴、アップルはいじってないのですが、下の方を見ると、リデュース1.92%と書いてあるので、これは保有株を1.92%手放したことがわかります。 手放したのは赤でリデュースですが、緑のアッドは追加という意味です。リポーテッドプライスは直近の取得単価でも平均取得単価でもありません。注意が必要なのですが、このリポーテッドプライスは左上に記載あるポートフォリオデートである2021年9月30日 時点での割値を表していますバリューはその株の保有している評価額とその右は先ほどのリポーテッドプライスに対してどの程度今上がったのか下がったのかを表しています直近52週の中で高値と底値を表していますアップルの下は銀行のバンクオブアメリカ通称バンカメも14.61%も保有しており AXP のアメリカンエクスプレスこれはトラベラーズチェックとクレジットカードの会社で8.66%保有コカ・コーラも7.15% 5%保有しています、まあコカ・コーラはウォーレン・バフェットさんも大好きで1日何杯もチェリーコーラを飲んでるぐらい大好きだから持っているのかもしれないですけどここも大量の株を保有していますねそれ以下は5%以下の保有率なので全ては紹介しませんが興味がある人は またお時間ある時に見てみてください。個人的にびっくりしたのは、スノーフレークという銘柄を資産の0.63%ですが持っているっていう事実ですね。スノーフレークという会社はシリコンバレーで10年くらい前にできた、まだまだ若手の企業で、クラウドサービスを提供している会社なんですが、 ウォーレン・バフェットさんといえば自分の知っている分野しか投資しないイメージでしたがこういう分野にも投資してるんですねってなんか少し親近感が持てました。あとウォーレン・バフェットさんといえば S&P500 ですね。自分が死んだら奥さんに S&P500 を買いなさいっていうほど S&P500 好きっていうことで、S&P500 の ETF に投資している方も多いと思いますが、実際に持っているのはこの SPY と VOO だけでそれぞれ0.01%しか持っていないようですね。これはおそらく S&P500 の構成銘柄の上位に、ウォーレン・バフェットさんが運営しているバークシャン・ハサウェイが入っているからだと個人的には思っています。 S&P500 の中からーファムも排除したらほとんど成長していないっていう動画を過去出したことありますが、そういう意味でも S&P500 に投資する価値はないかなと個人的には思っています。ちょっと話が脱線しましたが、さっきスノーフレークを持っていると申し上げましたが、じゃあいつ買ったんだって思いますよね。このデータローマーはそういう履歴も見れるのが非常に便利です。もちろん後ほど申し上げる通り、 デメリットもありますが、基本的にこのサイトはブックマークしといていいんじゃないかなと思います。では、スノーフレークをクリックしてみます。そうするとこんな画面になります。広告がバンバン出てくるのは無料サイトなので我慢しないといけないのですが、ここで右側にスノーフレークの最新チャートも出てきますし、期間もある程度自由に出すこともできます。そして左側ですが、資産1億ドルのスーパーインベスターで何人がこのスノーフレークを持っているかも確認することもできます。ここには4人と記載されております。 おり下のオーナーシップを見ると誰が持っているのかがわかりますウォーレンバフェットさんは保有比率は最下位ですが保有株数で言うとトップですねいかにウォーレンバフェットさんの資産がすごいかがわかりますポートフォリオの中で最も高い保有率のスーパーインベスターズはチェイスコールマンさんという方で資産のうち3%をこのスノーフレークに投資していることがわかります 上に戻ると、このトータルインサイダー、バイズ、セルズ、ブラブラブラでは、過去6ヶ月で何回の取引をしたのか、また取引額はいくらだったのかを示しています。過去6ヶ月においては誰も購入した人がいないようですが、 301回の売却が行われたみたいです。では問題のウォーレン・バフェットさんがいつこのスノーフレークを購入したのかをお見せします。今オーナーシップが選択されている状態ですが、このアクティビティをクリックしてみます。そうすると、市販機ごとに誰が買って誰が売ったのかがわかるような画面になります。 ここでウォーレン・バフェットさんを探してみると、ちなみに人気の銘柄は真緑になって行数も多くなるので、コントロール F で検索すると楽なのですが、ウォーレン・バフェットさん、下から2番目にいますね。2020年の第3クォーターで当時の資産に対して0.65%の割合で買っていたことがわかると思います。それから上の行にウォーレン・バフェットさんの名前はないので、ここで買ってから少なくとも2021年9月30日時点で一切取引していないことがわかります。 それでも2021年第3クォーターは結構まだ買っている人が多いみたいです。そしてさっき出たチェイスさんは四半期べての期間で買っていますね。今アクティビティで見ていますが、ここでは緑が買い、赤が売りとして表示されていますが、これをバイズでクリックするとすべて買った人が購入時期とともに出てきます。売りも同じです。 以上がウォーレン・バフェットさんの保有銘柄を丸裸にしてみましたが、一番最初のページに戻ってみると、もう少し面白い情報もあります。左側は先ほど申し上げたスーパーインベスターズですが、日本語で言うと著名投資家って感じですかね。右側のトップ10、most owned stocks は、このスーパーインベスターズが最も保有している銘柄トップ10で、その右のトップ10ストックスバイパーセントは、 保有割合として最も高い順にトップ10を表しています。どちらも上位はメタ、 Google, Microsoft がありますが、その中にウェルズファーゴがあります。レバナス投資家はあまり聞いたことがないかもしれませんが、ウェルズファーゴはアメリカで最も支店数が多い金融機関で、資産価値としてはかなり大きい昔からある企業です。直近の市販機にてスーパーインベスターズが最も買った銘柄も下の方にありますので、気になる方は見てみてください。いかがだったでしょうかこれを100%信じるのはいかがのものかと思いますが、資産1億ドル以上の有名投資家が特に長期に で持っている銘柄を中心に真似してみるというのは一つの立派な戦略だと思いますどうしても銘柄選定はお金も時間もかかりますしそれらのリセオセスをかけても先見性がなければどの銘柄を買っていいのかもわかりませんこれらの銘柄はプロの中のトップオブトップの投資家の中で頂点に君臨する人たちが自分たちのプロの目線で膨大なリサーチ時間と莫大なリサーチ費用をかけて選定したものを真似することで 時間差は発生するもののトップの人たちとほぼ同等のリターンを得ることができますですので特に投資初心者の方は参考にしてみてはいかがでしょうかサイトは英語ですがまあそこまで難しい英語は使っていないので使いこなせるんじゃないかなと思いますただしデータローマを使用する場合に注意点があります注意点を説明するためにもう一つだけ紹介したいサイトがあります TIKR ターミナルです 先ほどのデータローマは米国市場で取引された銘柄で1億ドル以上のスーパーインベスターズが保有銘柄と売買利益を表示するサイトですがこの TIKR ターミナルは中国なども含まれます。例えばデータローマでリールーさんのヒマラヤキャピタルを見てみると 7銘柄を保有しています。最も保有割合が高いのはマイクロンテクノロジーで37%になっていますが TIKR ターミナルでは個人名ではなくヒマラヤキャピタルで検索しないといけないのですがこれをクリックするとマイクロンテクノロジーは保有割合19.18%でしかなく BYD という銘柄を50%近くも保有していることになっています。この TIKR ターミナルは 13F 以外のデータも記載しているため米国以外に投資 しているスーパーインベスターズは保有割合に注意が必要ですちなみに TIKR ターミナルはサインインだけ必要ですが現時点でベータ版ということで一応無料で使用できます 今後、有料版になる可能性もあるので、もし見たい方は早めに見ておくことをお勧めいたします。あと、他にもデータローマの欠点として、13F は市販期末から45日後までに提出することが義務付けられています。特に短期売買をしている方は、自分たちの手法をできる限りライバルに知られたくないため、提出をできる限り遅くする戦略をとっています。よって、購入履歴や売却履歴に関しては、 ほんの少しですがタイムラグが発生しますので短期売買をする方に関してはこのデータローマのメリットは薄まりますこれを解決するために15日以内に提出するような活動もありますが現時点では申し上げた通りのルールになっています 以上がデータローマに関しての解説でした。で、レバナス投資家が気になるのは、レバナスに対して、これらスーパーインベスターズはどれほどアウトパフォームしているのかですが、これに関しては少し長くなってしまったので、次の動画にて解説していきたいと思います。 これ、色い々ろいろと驚愕ですよ。次回をお楽しみにしてください。ということで内容は以上です。それではお待ちしていたしました。11月22日時点のレバナスに2000万円投資した運用実績を公開していきたいと思います。11月16日時点での基準価格は43,151円となって、 投資額2120万円に対して評価額2637万2565円となり運用利回りはプラスの517万2325円となっております YouTube で試算公開してから初めて500万円の利益を超えましたが何とも思わないですね先日も速報を出した通り短期では RSI も MacD も売りシグナルが出ているのでそのうち下落が来ると思っていますまた買いシグナルが出次第速報を出していきたいと考えております よくコメントで早く買いシグナル出してくれよって言われますがレバナス一本リーマンの癒しでの買いシグナルは1年間で数回しか出ないのでそんな頻繁には出ませんそこだけは申し訳ありませんがナスダック100に行ってください その売買タイミングの速報をタイムリーに知りたいという方はこの短期投資と長期投資での売買タイミングのサインが出たらすぐにこのチャンネルにて速報動画としてお知らせいたしますのでよろしければチャンネル登録および通知ボタンの設定をしていただければいいかなと思いますまたツイッターもやっていますがこっちの方が早い時もありますのでツイッターのアカウントをお持ちの方はフォローしていただければいいかなと思いますこのチャンネルではこのように今後もレバナスに関して役に立つ情報を解説していきますのでよろしければ ければチャンネル登録および通知ボタンの登録をしていただければ幸いでございます。それではみんなで資産を爆発的に増やしていきましょう。ご視聴ありがとうございました。